こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはマッハソロン、キャッスルゲイル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマッハソロン花に立ちます。その後ろからはキャッスルゲイル、この馬も上がっていく構えです。さらにはチェリー K ポイント、2番ミッキーシャンデリア、その後ろ先頭に戻りましょう。チェリー K ポイント、先手を取りました。その外にマッハソロン、ミッキーシャンデリア、そのうちに続いています。緑の帽子スピードウィングス、その後ろすぐ隣にキャッスルゲイル、ファビラスラフイン、いい位置です。マルターズウィッシュ、そのうちに続いています。すぐ後ろにマスターノベル、並んで10番ビクトリーウェル、すぐ後ろにサークルボールド、さらにはメモリーズオブシルバー、内からはリディナ、しんがりからマックスジーン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はマッハソロン、2番手はチェリー K ポイント、ミッキーシャンデリア、3番手ファビラスラフイン、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マッハソロン先頭、差はほとんどない。2番手はチェリー K ポイント、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はファビラスラフイン、マッハソロン必死に追いすがります。メモリーズオブシルバー迫る、やはり強い。ファビラスラフイン、ファビラスラフイン、ファビラスラフイン、1着、2着にはどうやらメモリーズオブシルバー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ファビラスラフイン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはアマジックマン、綺麗なスタートを切りました。ブライトライツ前に行きそうです。アマジックマン、それに続いています。さらにはチーフベアハート、9番ジョンズコール、その後ろレイントラップ、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。ブライトライツ先手を取りました。すぐ後ろにマーリン、アマジックマン、すぐ後ろ好位置をキープしています。カワチダイオー、ダホス、すぐ後ろその外にバスケイア、サンライズロータス、そのうちに続いています。内からはカワチダテ男、さらにはグラスノワール、その後ろにラビーブ、最後方にレイントラップ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番ジョンズコール、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、アマジックマン、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。アマジックマン、アマジックマン、さらにリードを広げました。2番手はジョンズコール、フライトライツ、3番手カワチダイオー、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。あ、マジックマン先頭、差はほとんどありません。2番手はマーリン、先頭を捉えるか。残り 200m、 マーリン伸びてきた。ジョンズコール必死に追いすがります。一気にダホス、大外から一気にバスケイアン、ダホス、ダホス、1着、2着にはどうやらマーリン、勝ったのはダホス、見事な勝利です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ポンと飛び出したのはミルアイドル、シーブロンド。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミルアイドル、鼻に立ちます。その後ろからはソリッドキャスト、この馬も上がっていく構えです。さらにはシーブロンド、8番キャプテンシュペール、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはミルアイドル、その隣にプレシャスロック、その横にスマイルキャップ。先頭は依然としてミルアイドル、プレシャスロック、ほとんど差がありません。スマイルキャップ、3番手カワチシュール、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ミルアイドル先頭、差はほとんどない。2番手はプレシャスロック、残り 200m、 先頭はスマイルキャップ、カワチシュール先頭です。このまま押し切るか、カワチシュール、もう一伸び、カワチシュール、カワチシュール1着、2着にはどうやらダッシュジャイアント、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチシュール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。名声オペラ前に行きそうです。ダブルアクション、それに続いています。さらにはブルータイガー、13番ミリオンアンドレ、その後ろプライムディナイト、後方から。それでは先頭から。先手を取ったのは名声オペラ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭に戻りましょう。ダブルアクション、先手を取りました。ブルータイガー、すぐ後ろ、並んで13番ミリオンアンドレ、トップフレームすぐ後ろ、その隣にシースパークル、その外からオーサムアゲイン、内からはプルピット、名声オペラ、後ろから並んで10番スクリーンスキーム、その外からキャプテンボジット、その後ろにプライムディナイト、最後方にイエローシークレット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ8番ダブルアクション、まだ粘っています。ブルータイガー、ほとんど差がありません。名声オペラ、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はミリオンアンドレ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってオーサムアゲイン、オーサムアゲイン先頭。2番手はミリオンアンドレ、追いすがる。あと 200m、 オーサムアゲイン先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。トップフレーム迫る。先頭はオーサムアゲイン、1着でゴール。オーサムアゲイン1着、2着は微妙です。勝ったのはオーサムアゲイン、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ブーソバージュ、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してブーソバージュ花に立ちます。その後ろからはナリタブライアン、この馬も上がっていく構えです。さらにはアントレプレナー、15番ノーブルビリーブ、その後ろシルバーペイトリアーク、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。ブーソバージュ先手を取りました。赤の帽子フライングリオン、その後ろ好位置をキープしています。ナリタブライアン並んで16番前のトップガン、内からはインディアンミスワキ、さらにはスウェイン並んで15番ノーブルビリーブ、ファントレセレブルすぐ後ろ、その隣にベイラミ、これに続くのがリンドイーグル、黒の帽子ダンスデザイン、その後ろすぐ隣にオペラライト、しんがりからシルバーペイトリアーク。 1000m を通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からフライングリオン先手を取りました。ブーソバージュこの馬もこのグループ、すぐ隣に前のトップガンナリタブライアン、好位をキープ、緑の帽子ダブルトリガー、その後ろアントレプレナー、すぐ後ろ内からはインディアンミスワキ、緑の帽子ファントレセレブル、その後ろすぐ後ろにスウェイン。さあ先頭はまだ6番フライングリオダブルトリガー、ほとんど差がありません。ブーソバージュ3番手ナリタブライアン B1 です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はファントレセレブル、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はナリタブライアン、先頭を捉えるか。ファントレセレブル先頭、あと 200m ナリタブライアン伸びてきた、残り 100m ナリタブライアン先頭、前のトップガン追いすがります。ナリタブライアン1着、ナリタブライアン1着、2着にはどうやらシングスピール、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ナリタブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。前はエーシンバーリン3コース、ほとんど差がありません。ファイトビゼン B1 です。さあここからどうか。エーシンバーリン先頭、進行フォレスト先頭、2番手はエーシンバーリン、あと 200m 進行フォレスト先頭だ、残り 100m 進行フォレスト先頭、2番手はファイトビゼン、進行フォレストゴールイン、進行フォレスト1着、2着はファイトビゼン、見事に勝ちました。進行フォレストファイトビゼン2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。